はい、じゃあ、先ほど、資料を説明して4月20日からコンテンツに向けて減量サポートしますっていう話だったんですけど、ここから2人の、ね、計画をちょっと立てようと思っていて、この内容っていうのは予約していただいた方にも同じような感じで計画を作成するっていうものになっているので、トレーニングフォームとかはその日に提案させていただくとして、計画をちょっと立てるところを一緒にやっていきたいと思います。はい、ここですよね。減量計画表の作成というところとダイエットの進め方、この2点についてちょっと今からやっていきたいと思います。個別減量サポート内容としては、やっぱりここですね、減量に入る前に把握しておきたい情報として、摂取カロリー、体重の推移を把握してもらいたいというところと、トレーニング強度はマックス値で行えているのか、ここは自分がフォームを見ながら、もうちょっとこれ押せますねとか、こういうフォームでやるともうちょっと上がりますねというところですね。あとは PAC バランスもちょっと一緒に把握してみましょうというところ。減量に入った時に必要な情報としては、減量を把握している、現実的な期間を把握している、あとは、適切な摂取カロリーを把握している、減量に必要な食材を把握している、ここを今からやっていきたいと思います。でこの減量、プラン提案シートっていうのがあるので、これで なるべく数値化しながら2人のね、4月20日にとりあえず向けての計画を立てていきたいと思います。はい、じゃあまず広本君の計画からやっていきたいと思うんですけど、さっき聞いたら身長が172センチで、現在の体重が71キロ、で見た目大体 12% の体脂肪率ということで、現状だと、脂肪の量を抜いた、要は俗に言う筋肉量って言われている脂肪体重が 62.5 キロ で、で 8.5 キロの脂肪を今保有しているっていう状態なんです。で基礎代謝が大体1800とかそれぐらいという計算になります。で目標値が、4月20日を一応、目標にしてるんだけど、その日に全力を尽くしたいのか、その後に、ちょっと今月考えているかによって、その目標の体脂肪率っていうのは変わってくるんだけど、で本番じゃないからね。その日にバギバギにしちゃって、時間を置いてまたコンテンツに出るなら、その日動き出した方がいいねっていう話なんだけど、広本君の、毎日考えてるでしょ、計画。そう、いつ出ようかなって。そうですね、やっぱり決まってないんですよね。4月以降のコンテンツは。じゃあ5%かな。じゃあ5%ってなると、ここで目標が出てくるんだけど、このオレンジの目標っていうのは、身長変えられないよね。だけど5% にしたいってなると、約5キロぐらいの女子肪が必要になってきます。でそうすると 8.5 キロの脂肪を 3.6 キロまで減らす必要がある。でそうするとそのまま 3.6 キロ減量になるから、仕上がり体重は66キロになります。摂取上がる。そうです。でもちろん女子肪体重っていうのは変わりたくないじゃん。それ変わっちゃったらぶれちゃうんだけど、変わらないために減量するから、ちゃんとした。でそうすると基礎代謝も変わらないわけですね。約脂肪1キロあたり7200キロカロリーって言ったときなんだけど、5キロの女子肪ってなると、35,804キロカロリー消費しなきゃいけないんです。で1日あたり 56g ずつの女子肪をしていくっていう計算になるんだけど、そうすると大体 2.9 ヶ月ぐらいかなっていう感じ。2.9 ヶ月でこれは達成できるっていう、なんとなく減量期間で出てきました。なんだけど、じゃあ、いつから減量入るかというとね、じゃあもうすぐ入りたいかな。で8日ぐらいって考えると、4月20日っていうのは変えられないわけじゃん、社員自分クラシック、でそうすると103日間、1月8日から4月20日までっていう期間が、そうすると 3.3 ヶ月があるんです。でさっき言ったように 2.9 ヶ月で達成できるわけよ。あ、じゃあもう間に合ってる。だからもう落ちすぎちゃうね。だ達成率が 118% っていう、だ14日前には仕上がってるって感じ。だから4月入ってちょっとしたらもう仕上がってるっていう、計画になるっていうことなんで、一応これ有酸素しないダイエットだけでやった場合計算だから、当然有酸素とかすればもうちょっと早く落ちるかもしれないけど、3万円しちゃうか、ちょうどいいって言って、いっちゃいいよね、余裕があって。なので、4月20日の時点でマックスを出すこともできるということ、なので、これは達成できるんじゃないかということなので、ここに 100% を尽くすんだったらちょっと余裕があるという感じかな。むしろちょっと落ちすぎないように調整さえする必要があるかもしれないという感じで、66キロで仕上がれば、そこそこの
筋量を身長に対しての筋量を維持できるので、まあ、どこのコンテストも、ね、まあ、ファーストゴールいけると思いますということですね。まあ、そこまでこの身長に対しての体重、視野の体重によって一応取れる重量というか現実的な目標も一応提案できるようになってますので、まあ、ちょっとこれ落としすぎてるけど107っていう今ね、身長引く仕上がり体重107っていう数値が出てきたので、まあ、初級でだからノーミスで取れるんじゃないかっていうぐらいのレベルだと思います。まあ、だから広本君としては、まあ、4月20日に間に合うよねっていうことですけど、なんならもうだからその14日前ぐらいのコンテストでエントリーしてもいいかなってぐらいで、ね、はい、次ちょっと小林君やってみようか。現在の身長からお願いします。今の身長が 171.5 です。まだ身長伸びてるんじゃないですか。伸びてます。現在の体重は体重が60から61ぐらいです。61で大体体脂肪はそこが分かんない。分かんないよね。大体腹筋の線が見えててぐらいです。ちょっと多めに見ようか。もう一応、はい、まあ、15% にしよう。仮にね、まあ、多分 15% ぐらいで見とけば絶対大丈夫だ。はい。で、小林くんの場合は、なんか出たいコンテストあるの？レモンクラシック。レモンクラシック。実はレモンクラシックが6月の29日、はい、あのこっからすげえ近いあのホールで行われるっていうこと で、それにちょっと小林くんの興味を持ってます。でそれで4月に 100% 出しちゃうと、ちょっとずれちゃうわけ、はい、だからここは、あえて 7% ぐらいにしようか、はい、そうするとまあ仕上がり体重ではないんだけど、まあ、しっかりした体はなんとなく作れる。はい、じゃあそれで計算しましょう。はい、でそうするとまあ 現状としては、ちょっとこれ多めに見積もってるけど、はい、女子の体重っていうかその筋肉量っていうのは51キロあります。はい、で脂肪の量は 9.2 キロあります。で基礎代謝が100g、はい、でこれを、脂肪だけで 4.9 キロ落ちるとちょうど 7% になるという計算です。はい、でそうするとまあ大体 35,136 キロカロリーをこう消費していくことになるんですけど、まあ、そうすると1日あたり 46g ずつぐらいの女子肪をするという計算になります。はい、で現実的には 3.4 ヶ月ぐらいがかかるんじゃないかということで、4月の20日、はい、出たいよね。で1月8日からじゃあ始めちゃおうか。はい、でそうすると 3.3 ヶ月なので若干足りないぐらい。なるほど。だから 90% の達成率になるっていう感じなんだけど、あと2日も経てば目標達成っていう感じなんでね。だ微妙なところなのよ。だからそもそもここに合わせてないから、はい、まあそれぐらいのねちょっと甘いぐらいの状態でその日を迎えて、ステージングだとか周りのレベルだとかそういったところをちょっと練習しておいたらいいのかな。はい、でそれが分かった上で、少し休んでからレモンチブクリシックに向けてちょっと厳しい減量に入るっていうのが、はい、まあ、そこの本番に向けてはいいのかなと思います。はい、でまあやっぱり、当日 7% だから仕上がってないんだけど、はい、ちょっとやっぱ筋肉量が足りない。あ、筋肉量が足りないからこれはノーミスでもちょっと難しい。はい、ただまだ 18? そうですね。でまだトレーニングも息も短いので、だからまあ当然だよねっていうことだからまあ楽しんで、はい、あのまだ楽しめる時期だと思うので、まあ、そこはいいんじゃないかということで、はい、まあ、自分が今どれだけのフィジークを持っているのかっていう確認のためにも、まあ、自分は出たらいいのかなと思ってますね。はい、という感じです。だから小林くんの場合はちょっとフィジークのベース作り、はい、将来的にどれぐらいまで筋肉量を増やしたらいいのかっていうのをちょっと提案していきたいと思うんですけど、はい、身長は今 71.5 です。60、61ぐらい。61で15ぐらい、はい、ってなるとこのままだと、まあ、絞っていったら、はい、本番54キロとかなるわけ、はい、171で54キロって俺と身長変わんないんだけど、はい、54キロだと軽すぎる。あからあと10キロ欲しいんだよね。そうですね、あと10キロあればノーミスでも活躍できると思うんですよ。はい、なので、まあ、長い目で見た課題としては筋肉量を10キロぐらいアップしましょう。はい、提案としてはトレーニングの強度をゆっくり上げていくことと、トレーニング強度に合わせた食事をちゃんととっていくことですね、はい、っていうことですね。まあ、そこがやっぱり大事になってくるので、まあそこからだよね。そうです。でそうすると将来的には、はい、
68キロで 9% ぐらいの状態にしたいわけ、今の現時点で、はい、だから今61キロでしょ、はい、でそれを今68キロぐらいで 9% ぐらいの状態から減量に入ると、まあ、64キロぐらいで将来的には出れて、それはノービスでもあの勝てる可能性がある体っていうことになってくるので、はい、まあ、10キロ筋肉量ってすげえ大変だよ、思うけど、まあ、始めたばっかりだと結構つきやすいから、まあ、どこまで伸びるか、今後もやり方次第なので、はい、ちょっと頑張ってやってもらいたいなと思います、はい、なので、まあ、こういったところまでね、あの将来的な部分から、まあ、4月20日そしてさらに本番どうですかっていうところまで提案する予定ですの で、はい、でやっぱり先ほど言ったようにトレーニング細かい部分は、その種目に合わせて見ながら提案するような形になります。はいはい、こんな感じで、はい、まあ、2人も、まあ、目標がちょっとパッと決まりつつあるので、はい、まあ、すんなり入れるのかなと思います。皆さんも、ね、ちょっと不安がある方はぜひ自分の個別の指導を受けていただければと思います。でも詳しくはホームページから予約してください。ということで、今年もね、楽しく頑張りましょう、体作りね、はいはい、じゃあ終わりです。ありがとうございました。ありがとうございました。